ミッション完了だ。
ギアを排除したことでディダディ村落跡から CFA 本部へ補充依頼が飛んだ。その CFA が接触したのは 3R、 そう、ムヒンダ油田のオーナー、例のペーパーカンパニーだ。やはり 3R はサイファーの隠れ蓑だったか。補充自体は後回しになったようだが、ウォーカーギアがノバブラガ空港跡から輸送されることも分かった。そのサバンナにはPF の拠点を結ぶ物流網があるらしい。この物流網を諜報班に追わせてみる。サイファーが PF にウォーカーギアを供給しているなら、 PF がサイファーに支払う対価もあるはずだ。この流れを追うことで連中の影に迫れるかもしれん。こちらで把握していない生体中感染者が一人見つかった。クワイエットだ。最新鋭の MRI でようやく映った。ただし言語株が何かはわからん。マザーベースへ戻ってくれ。クワイエットを尋問する。101号室だ。喋る気になったか。どうだ。クワイエットだ。いつまで喋れないふりを。お前に生体中を入れたの。喋らせるな。袋を戻せ。聞きたいのは一言だ。発症はしない。吐け。吐くんだ。お前の肺は焼けただれている。焦げついた肺胞から消毒用エタノールの痕跡が。これは肺に付着していた焼け残り、花びらだ。白い大雨だ。お前はキプロスの病院にスカルフェイスの命令でスネークを殺しに来た。そこで体の内と外に火傷を負った。普通なら死んでいる。だがどうしても俺には生きているように見える。スカルフェイスのおかげだな。パラサイトセラピーができるのは私とその技術を奪ったやつしかいないのだ。なぜここに来た。スカルフェイスの命令か、それともボスへの恨みか。うまいか。
やめろ、死ぬぞ。お前にボスの命はやらん。もういい、もういい。殺す気があるならボスはとうに死んでいる。お前も俺も機会はいくらでもあった。彼女は喋れない。ボスを殺す気もない。時間の無駄だ。来た理由はどうでもいい。彼女はもうあんたの部下だ。あんた伝説の英雄に惚れ込んでいるんだ。どうしてわかる？昔の俺がそうだった。スパイだったの？俺もそうだ。お前もか？キリがないぞ。ボス、話してやれ。喋らないなら生体中も感染しない。Belagana gesneta. Katobe yasteta. Aseetota. Dotonista.にした。